フローとテレビボードの寸法の決め方ですが、まずワイド寸法 W は現在の長さが最大2400までとなっているため、それを超えると天板カウンターに継ぎ目ができるということを知っておきましょう。それと1本で運送できるのは3メートルまでとなっているため、それ以上の長さになると分割して送ることになります。それだけの違いですから、フローとテレビボードのサイズは4メートル以上でも可能となります。もう一つ、建材の長さは1800、そして2400の2種類があります。価格も1800よりは2400が高くなることを知っておきましょう。それと奥行き寸法の決め方ですが、レコーダーやアンプの場合は、プラグを差し込む寸法も必要ですので、奥行き寸法プラス4センチから5センチあると良いでしょう。そして一番多いのが、高さの問題です。フローとテレビボードは浮いた形になっているため、床置きのテレビボードより、内部の有効高さがどうしても短くなります。そのため、あと1センチあれば、ゲーム機が入るのにといったことが多いのですが、革尻デザインは完全オーダー対応としていますので、入らなくて困ったということ入りませんのでご安心ください。以上が寸法をどうするかという話ですが、他に注意をしなくてはいけないことが4つあります。一つは、耐荷重です。アンプの重さだけで10キロから20キロくらいあります。レコーダーは軽いとしても、メディアを収納すると何十キロにもなるので、それに耐えうる構造でなければ、やがて壁から剥がれてきたり、テレビボードの中心部から下がってくるという可能性は捨てきれません。まして、テレビボードの設置高さは平均すると、床から45センチから50センチとなるので、小さなお子さんが上に乗ることがありますので、なおのこと、耐荷重を調べた方が良いです。二つ目は、熱を外に逃がす構造になっているかどうかです。最新のレコーダーやゲーム機は高性能になっているため、機種によっては必ず換気できる場所に設置してくださいというものがあるからです。そして3つ目は、テレビボード内でどこにでも配線ができることです。そして最後の4つ目は、外部の機器類につなげれるようにすることです。テレビが大きくなると音響も比例して豊かなものにしたくなり、サウンドバーやウーファーとつなげたいと思うようになるからです。以上簡単ではありましたが、フローとテレビボードの寸法の決め方と4つの注意点でした。川尻デザインは製造原価に近い価格で自分だけのオリジナルフロートテレビボードを提供しています。詳細と価格は動画説明文のリンクでご確認いただけます。あなたのインテリアにぴったりのあなただけのテレビボードを作りましょう。